このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は電池切れでお昼寝中の子猫、寝ぼけて遊ぶ姿が電子すぎてギュンシーということでですね、寝てますよね。もうこの時点ですでにギュンシーされてる方はいらっしゃるかもしれないんですけれどもね、子猫ちゃんが寝てる姿っていうのは本当に癒されますよね。で、3匹がね重なって寝てるようなそんな感じだったんですけれどもね、気持ちよさそうに寝てますね。で、はみ出てる子っていうのもまた可愛いですよね。あ、ちょっと起きたかな。子猫ちゃんっていうのはね、寝るのが仕事ですからね。こう寝る前っていうのはもうすでにいっぱい遊び回って完全に電池切れしてたんですよね、この時っていうのは。それでもね、子猫ちゃんがこうやって寝てるだけでね、絵になりますよね。もう可愛すぎでしょこれね。ちょっと起きてきた。あ、でもやっぱりね、眠たいんでしょうね。普段だったらね、わちゃわちゃと遊んだりとかするところなんでしょうけれどもね。ただこのね、撫でた時のこの気持ちよさそうな顔とかってね、もうね、やばいでしょう。いい顔するね、本当に。今回のお店は大阪梅田近くにある保護猫カフェクリエイトさんです。あら、アメショさんがね、ちょっと興味を持って見に来てくれてますね。すごいアメショ柄で綺麗な子ですよね。あら、へそ天お腹ツンツンしたくなりますよね、これはね。うん、いい表情だ。あれ、なんかちょっとびっくりした。この子は全然起きないんですよ、手前のチャトラさん。あー、これは癒されるよ。子猫ちゃんの時代っていうのは本当に一瞬ですからね。もう本当に天使でしょう、これはね。眠たそう。お腹のマッサージが気持ちいいのかな。毛が柔らかくてね、すごい気持ちがいいんですよ、これね。何をされても、ね、安心しきってるんでしょうね。かわいすぎるよ、本当に。中にいてる子もね、すごく穏やかな子ですね。かわいいな。眠たそう。癒しの時間ですよ、本当に。で、実はね、下にもね、部屋がありまして、ね、ちょっと見にくいかもしれないですけれどもね、チャトラのチャーがね、一緒に寝てましたね。これも癒されるよ。あら、アメショちゃんがまた覗きに来てますね。こう周りのね、大人猫もこうやってね、見守ってくれてるというね、すごく素敵な空間になっているんですけれどもね。うん、子猫ちゃんは無邪気にね、遊んだりとかね、お昼寝したりとか、すくすくと育ってますよ。さ、おもちゃはあんまりね、反応がなかったんですけれどもね。ちょっと寝入ってしまったかな。うん、アメシトちゃんが来てくれてますよ。この子におもちゃ見せてみようか。あんまり興味ない。こういう時はね、棒の部分を見せてみるっていうのもいいですよ。あ、ちょいちょいしたよ。力強いね、やっぱ大人猫だよ。あ、ちょいちょいもいいね。ちょっとお膝に乗ってきてくれてるのもたまりませんよ。上にいてる子はね、撫で放題でも癒しの子なんですけれどもね。この表情が本当にたまんないよ。アメショちゃんどっか行っちゃうのかな。あ、隣でね、おもちゃで遊んでたんですよ。で、構えてたんですけれども、またこっちに戻ってきてくれましたよ。あ、ちょっと目覚めてきた。そうでもないか。いや、そしたらスリスリってやっててお腹を触るとね、びっくりしてどっか行っちゃいましたよ。さ、もう一度おもちゃの棒の部分を見せてみたんですけれども、お、反応があるよ。ちょっと寝ぼけてますよね、完全にね。あ、これかわいいね。
あ、ちょっとちょいっとなったよ。でも寝ぼけてるだけあってすごいゆっくりですよね。いやこれも癒されるな。レレかわいいねこれは。あららららら、もう子猫ちゃんが、ね、遊んでる姿っていうのはもうかわいすぎでしょ。まさに天使ですねこれは。うん、カミカミしてる。あー、たまらん。手間に似てる子はね、もう完全に寝てるんですけれどもね。あー、よく遊ぶようになってきたね。うん、ちゃいって。あー、かわ、これはかわいいな。この子、本当にかわいいですね。また、ね、足の靴下もいいですよね。かわいい。かみかみ。お腹もふもふもしろ放題。たまらん子だよ。ちょっと起きてきたんですかね、ひょっとしたら。寝ながら遊んでる姿もやばいねこの子は。これはキュン死ですよね、完全にね。もうキュン死案件ですよ本当に。あーやばい。あー連れて帰りたいな。下にいてる子がね、手前に来たので、また顔見てもらおうかなと思ったんですけれども、猫の子も本当に可愛い顔してるな。小さい。ねえ、子猫って感じで、たまりません。おもちゃを抱きかかえてる。これもやばいよ。あー、可愛いね、これは。ん？両手ちゃいちゃい。いいね。だいぶ起きてきましたけれどもね、ここから動く気はないんでしょうね。下の子は遊ばない、うん、おもちゃをカミカミしておりますよ。お腹もふもふもふ、うん、これはやばいな。いや本当に今日はね癒されました。皆様いかがだったでしょうか。子猫ちゃんは何をやっても本当に可愛いですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェウリエルさんでした。